それでは。今日は七並べのお礼を1日にできなかったので していきます。デブニャンさん、ダダダダムルさん、ユウくんさん、キョンシーさん、スカパラダさん、ツボユウスケさん、ユキさん、ありがとうございます。ジャンタクさん、ありがとう。はい、うん、もしかしたら数年ぶりのみつきちゃんのショールーム。わお、どうして？さっきまでハガキ書いてた。おお、ありがとうございます。黒だ、珍しい。私黒珍しい？誕生日の方いる。見つけられんな。お、ゆうかさん、いきます。ゆうかさん、お誕生日おめでとう。よっ、よいしょ。ゆうかさん、おめでとう。ねえねえねえ、おめでとうございます。おめでとう。二十歳、二十歳の誕生日はね、大切ですよ。うん、大人の階段を登る年ですからね。京介さん、ありがとう。おめでとうございます。大人の仲間入りや。ウェルカム。君の可愛いあの楽しいその配信のせいだよさん。 M 健さん、ありがとう。私ももう二十歳なのでね、ちょっと先を先に今度お話し会と席会参加します。ありがとうございます。嬉しい。今日駅前スタバに行ったら思い出せる恋をし売り切れてた。うぞー。今日の服はね、かわいいやつ。翔さん、クマ2匹ありがとう。この服はつながってるんですよ。そう、つながって、まあでもお話し会で着るので、多分だからちょっと明かさずに、ここではね、明かさずまたお話し会にね、聞いてください、ぜひ。それでは七並べのお礼をしていきたいと思います。それでは、話し会では服見えるのかな、見えないのか、見してって言ってもらえたら見えると思いますよ。やっといろいろ落ち着いてこれました。ずっと変わらず好きでした。大好きです。ありがとう、嬉しい。すごい、モバイル投票した。お、ありがとうございます。ありがとう。めっちゃ黒だから今日飛んじゃうんですけど、うん。それでは
いきますね。第32回推しメンイベント、100位ホンダのバイクさん、99位ポッポアルバーンさん、98位初心者さん、97位パフィンさん、96位キョンシーさん、95位ゴンジー邪魔推しさん、94位落合さん、93位コモチンさん、92位ヨネさん、91位晴れの国のしんちゃんさん、90位堀口るいさん、89位ずんださん、88位スコーリオンさん、87位リリさん、86位青春高校3年 C 組さん、85位寿司屋さん、84位こげパンさん、83位ツーモさん、82位アイさん、81位りょここさん、80位てっぺいさん、79位りょうたさん、78位雲昇水郷さん、雲昇水鏡さん、77位 MY さん、76位ポッシーさん、75位ひょうさん、74位のびさん、73位エピオンさん、72位大地さん、71位 KTM さん、70位おぎかつさん、69位チェスマンさん、68位さん、67位ツナさん、66位ベットンさん、65位キノピーさん、64位バッサーさん、63位恋してカープさん、62位クルマさん、61位トカゲのおじさんさん、60位パープルマスクさん、59位超賞金さん、58位深夜さん、57位つぶつぶゴリラさん、56位お松徹さん、55位ビビさん、54位たけさん、53位白鳥さん、52位カズ66さん、51位カツオ48号さん、50位イオのマサさん、49位タタミさん、48位バンビさん、47位ユキカジさん、46位ヒカルさん、45位坂向けさん、44位ムッシーさん、43位ナミヨイクジラさん、42位久保地武田学園さん、41位小池薫さん、40位ゆうすけさん、39位英作さん、38位もっちょさん、37位あんばさん、36位たかさん、35位ベーコンめっちゃ好きさん、34位ともおかぴさん、33位きみさん、32位ともくんさん、31位たーくんさん、30位くらげさん、29位おやじさん、28位オレンジさん、27位モカチンさん、26位ナイストゥーさん、25位カモヤンさん、24位みずほさん、23位ナオチーさん、22位オフさん、21位トモマーチさん、20位トゥーさん、19位ハモンさん、18位リョーハさん、17位ビッグラブさん、16位エムケンさん、15位マサジさん、14位ユキさん、13位あ待って、13位西平さん、12位リティさん、11位今村美月、10位コックさんのしげさん、9位チャータムさん、8位米印さん、7位シャンくんさん、6位ジャストミットさん、5位コウさん、4位タケさん、3位瀬戸内に住みたいカツさん、2位ダダダダムドさん、そして1位はジャルルルンジャジャン福山のカープ男子さん、ありがとうございます。
はい、さっき確認したら残りこれを含めこれがもう1枚使っちゃったので今まっさらな状態なのは残り3枚となった。この黒板風トップ5第32回おしめイベントランキング、あ、7並びって書いてない。こうさん、たけさん、ストーチに住みたいかつさん、ダダダダムドさん、福山のカブラシさん、ありがとうございました。じゃ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 ん、ありがとうございます。もう売ってないの？え、わかんない。てかどこ、私これ買ってないんですよね、多分自分で多分。あ、ビッグラブさん、そして1位のお方、福山のカープ男子さん、表彰状どんだけすごいのでしょうさん、ん、間違えた、どんだけすごいのでしょう、どんだけすごいのでしょう、福山のカープ大使さん、あなたは第32回推しメンイベントランキングにて、1位を取られました。何度目の1位か、何度目の1位か、本当にいつもありがとう。今回もぶっちぎりでしょう。よってここに表彰いたします。令和2年9月4日、瀬戸内七平学校学長、しゆ。福山のカープ男子さんは、そう、もう何ヶ月連続か。というほどのあれなんですけれども、そう、でもなんか忙しくなるみたいで、福山のカープ男子さんなんかツイートを見たら、あと頑張って何回かなみたいな、7並べ 連勝じゃない、 連続1位を、そう、ここまで頑張ろうって、あ、今月までか、そういう決めていらっしゃったので、まあ、来月からじゃああれですね、新1位の方が出てこられるのかもしれません。福山のカープ男子さん、ありがとうございます。皆さんもありがとうございます。こんばんは、ありがとうございました。みちのアイコンやっと当てれた、お、よかった。はい、見て、ちょっと今ハガキが手元になくてあれなんですけど、スペシャル応募券、キラキラ、めっちゃ、俺第32回で32位だったらラッキーかも、うん、みーちゃん、ちょっと喉の調子悪いの、ちょっとなんか、いつもよ、知ってるよ、いつもキラキラ。でもオレンジは初じゃない？いつも青とかのイメージ。
帰りに CD 探しに行ったら売り切れてた。わお、市内の全部買ってきた。本当ですか。これを使って、そのね、このスペシャルプレゼントに応募ができるんですけれども、そう、この間は黒だった。黒か。応募ができるんですけれども、あの課外活動グループと謎解きだったりとか、江田島オンラインツアーとかいろいろとあるんですけれども、そう、その中の一つにね、あのシックスシングルのカップリングメンバーを投票で決めるというものがありまして、そう、今ね、それに向けて投票がもう昨日から始まっております。そう、これが1票ですよね。でもハガキもつけなきゃいけないので、そう、これだけでできるんじゃないんですけど、そう、これを使ってぜひ、あのこれとモバイル票のね、2つ投票方法があるんですけど、そう、私はそのカップリング楽曲は、あの何て言ったの、 STU のあのSTU は瀬戸内を盛り上げていく、瀬戸内の魅力を伝えていく、あの精鋭ん STU は瀬戸内の魅力を伝えていくグループなんですけれども、それの精鋭部隊としてそのカップリング楽曲が皆さんの投票で選出されるんですけど、そう、その精鋭部隊として、まあ、今決まってるのは関東でのライブだったりとか、そう、まあそのカップリングに入れたり、ミュージックビデオを撮れたりとか、そう、いろいろあるんですよ。そうで、まあメディアとか瀬戸内の仕事をね、もうね、たくさんさせていただけるということで、私は本当に地元が好きで、そう、広島に育てられておりますので、そうそう、私はキャプテンとしてもですし、その瀬戸内に育てられた身として、あのこの STN の瀬戸内の魅力を伝えていくグループの中でも、その精鋭部隊として、あの代表として瀬戸内の魅力を皆さんに伝えていきたいなと思いますので、ぜひぜひ投票をね、迷ってる方とか知らなかった方とか、もうね、そう、ぜひ投票していただけると嬉しいです。青森住みだけど今行きたいとこ広島。嬉しい、広島いいとこよ。ガチったら道行けるやろね。ガチってるんですけどね、そう、ガチ感が伝わらないんですよね。微力だけど、とりあえずモバイルからだけでも投票するね。ありがとう。すごい、本当に皆さんがあのいろんな知り合いの方にモバイルを、あの
何頼んでくださってたりとか、ありがたいなって思います。みち、そう、あのね、あのモバイル投票をね自もしたんですけど、めちゃ難しくて、多分やり方がね、その自分は、自分が言ったやり方は STA のこのあの オフィシャルサイトを開くじゃないですか。で開いたらニュースのところ開いてビューモアを押したら、キングレコードプレゼンツフィフスマキシシングル思い出せる子よしを発売記念、ファンが決めちゃう ST48シックスシングルカップリングユニット開催決定っていうのがあるんですよ、記事が。そう、それでそれを押すと、まあいろんな説明とかね、企画内容、新ユニット活動内容、対象メンバー、投票スケジュール、投票方法が書いてあるんですけど、その最後のね、投票最後ら辺に書いてある投票方法のところに、あの丸一がさっきのスペシャルプレゼント応募券を使った投票の仕方が書いてありまして、で丸二に ST48 モバイル会員のやり方が書いてある、もうのやり方じゃないけど、そう、まあ、書いてあって、投票フォームがそこの下にね、下投票フォームって書いてあるところに、そう、その隣にのあのフォームを押してもらうと行くんですよ。そう、そこから行ってもらえると、ね、私は未知のリンクから行ったからスッとできた。お、あのメールのね、いや難しくはないんですよね。そう、難しくはないんですよ。なんか、うん、そのサイトに行き着けばというか、あの全然難しい、もうなんかあの、なんて言ったらいいの、うん、いっぱい記入しなきゃいけないとかそういうのは全然なくて、そう、まあこう、あの投票したい人決めて、もう決定ぐらいで、そのまあ会員登録をしてたらススッと投票はできるんですけど、そう、うん、まあでもページまで行くのもそんなに難しいわけじゃないので、そう、あのまあ何て言ったら、そう、大々的には出てないんですけど、それ関連のところを見てればいけるっていうね。運営さんがモバイルページのトップバナーに貼ってくれたらいいんだけどね、何なんだろう、なんかね、うん、新着は日数が経つと下がっちゃうから、後から投票する人は見つけられないかも。そうなんですよね、思う、うん、なんか、なんだろう、一日一回とかじゃないしさ、モバイル会員の方はもう一回で投票終了
で、もう一回投票したらもうあの投票期間機会投票はないですし、そうなんかそういう狙いなのかと思った見つけられた人が投票できるみたいな。そうね。会員にさせてからはどうせなんかそう、なんて言ったら隠しメニュー、そう読んで見つけるみたいな。ゴールドディーラじゃん。この世のすべてをそこに置いてきた。総選挙の投票も一回だけど、そっか。たどり着けない人いる。でもそんなに難しい。まあそうだね。俺は未だにたどり着かない。うそ。え、今の言っても隣の彼女がみちさんに投票する。ありがとう彼女さん、ありがとう彼女さんも彼氏さんもお願いしますキャプテンに1票入れます。ありがとうございます。頑張る。今まさにモバイル投票しました。もちみちで。ありがとうね。モバメはないですもんね、権利。台湾のシェンさん、ありがとう。キョンシーさん、ルーム長さん、コモチンさん、コウさん、ツボユースケさん、キヨさん、大崎上島のカズさん、ホーポンさん、イシケンマシンさん、ありがとう。セリアさん、ありがとう。いや、中間発表はないらしい。聞いてないって言われたって。ないって言ってた。私も聞いた気がする。お前とです。ありがとうまだ表した。結構序盤っすね。モバイル票のために彼女作んなきゃ重大。今 iPad で実演してみては。私ね、携帯でログインしてるんですよ、サイトに。ちょっとパスワードとか覚えてなくて iPad に入れない。今日もリボンがとても似合ってます。ありがとう。リボンついてる。一姫を絶対一位にするよ。本当ですか。M ケンさん、ありがとう。みち、やっぱりこういうイベントはドキドキとか緊張とかする？いや、わかんないですね。ゆきかぜさん、ありがとう。なんかもう中間発表とかもないし、あの皆さんがどういう感じでこのイベントに、あのまああのね、6枚目のねシングルの発売もまだ未定だし、発売日で5枚目シングルの発売日に発表されてさ、まだ5枚目お祝い気分というか、5枚目お祝いムードだったのにとか、なんかね、いろいろまだ定まってない状態での発表とかだったから、まあこのねイベントに対して皆さんがどういうあの心
生きていてくださってるのかというか、もう分かりませんしそう、私もそんな何の中にね入りたいっていう思いが、思いでしかなくて、本当にそうなんですけれども、そうなんか どうしようっていう気持ちはあります。とりあえずモバイル登録して投票してきた、ありがとうございます。モバイル登録ちょうどね、そうこの機会にモバイルを登録してくれる方がいると思ったので、昨日じゃない昨日か昨日からあのブログをね、あの投票期間の30日まで書こうと言ってね、そう昨日今日と出してるんですけど、そう今日も投票完了、投票じゃないや完了しましたってもらったので出てると思うんですけど、そう書いておりますのでぜひ見てください。うん、公約ね、公約なんか公約、そのなんかさライブをするとかさ、なんちゃらソロ公演とかはさ自分だけでできないから、あの難しいなと思うんですけど、公約ね絶対早く言わなきゃいけないんですけど、なんかギターを使ってさ、あのなんて言ったらいいの、作詞作曲か、なんかあのね、まあ公演というか自分で背取り作って、ソロ公演じゃないけどショールームでソロ、んソロライブチックな配信とか、そうができたらいいなと。髪切るでもそれロング派の人がさ反対するやん。ギターを使ってファーストからフィフスまで歌うとかね、いいよね。穏やかになることを公約にしてください。結構穏やかな方だと思いますけどね。こもちんさんありがとう。いやいや、ショートになるのか何票入れようか。それショート派の方はさうおーってなるの？もう公約は毎日ショールーム配信継続でいい。1ヶ月ノーマルカメラ生活、それは皆さん喜ぶの？ギターは下手だからいい。ギターは下手やけど、でもそういう経験をねあのどんどんして成長していくんですよ。ショートにするなら社員に全面協力させる面白い。え、それなら頑張れる。ノーマルカメラってこと？1日100通メール送る。
1日100通メール、どうだろうな。一番みたいなギター、ちょっとか言うコメやめてほしい。なるべく拾ってほしくはないけど拾っちゃうんですよね。ごめんなさい。ノーマルカメラ選抜されたら丸々やりますってことだよね。そう、そう、私が100通来て多分読むか分からんから、で自分がそうならね、ファンの方はさ推しに似るっていう説もあるじゃないですか。だからどうなんだろう、あと内容がどうだろうって思ってしまうので。ノーマルカメラで盛ることを極める。釣り配信、元いるファンに向けた公約なのか、新しいファンへ向けて攻める公約なのか。ああそういうことか。いやでも両方、七並べ毎日百戦生活、それ嬉しい。バンジージャンプやだ、彼女風動画とか嬉しいかもしれない。ほうぽんさんありがとう。 iTunes か Google プレイカードを当選者に送る。 YouTuber みたいになってる。ダメよそんな、それいや嬉しいけどダメ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 、それちょっとうん。うちは公約としてしてみたいことあるの？いやでも私はそのギター弾き語りかな。皆さんへの世間7位内に入れたら、皆さんへのその感謝の気持ちとか、ストーチへの思いとかを載せる、作詞作曲して載せる。自分に作詞作曲能力があるかどうかは保証はできないんですけど、イシケンマシンさんありがとう。パオシさんありがとう。投票した方の順位分かれば、いや分かんなそうだね。 TikTok に週1出す動画、みんなから詩を募集して一曲作ったらみんなで完成させたっぽくてよくない？確かに。ザンタクさんありがとう。夏目さんありがとう。人見知りを直すために2期生と配信とか、まあねそれもすごくやりたいしいいと思うんだけど、2期生も対象なので、他のメンバーを巻き込んでのあれがちょっと私には難しいかも。それではじゃあ私の
この STUPIFF6 シングル結果出た後じゃなく、そう結果出た後ですけど、2期生でも2期生も対象のメンバーになってて、このカップリングに向けて頑張ってる子もいるじゃないですか。そのメンバーと何したいんだろう、何したいんだろうな、そう結果出た後なんですけど、まあ、自分一人で解決できることをしたいな。なので6th シングルのカップリングの瀬戸内の魅力を伝える精鋭部隊に入れたら、選抜に入ることができたら、その皆さんへの感謝の気持ちとか、その STU 瀬戸内のへの思いを皆さんから歌詞を集めたり自分で作ったりして作詞作曲をしてみます。イエイ、公約。公約です。いやいやでもね、私のそのさ作詞作曲能力がさもうさ未知数だからさ、もう1ぐらいかもしれんし5000ぐらいかもしれんし、そう求めてもらえるかは分からんけどそうだけど、まあ、皆さんと作るということでね、まあ、作ってショールームとか、まあ、自分で自作したやつだったらねツイッターとかにも載せていいと思うので、そうそう、まあ、ショールームツイッターとかで出していきます。今までに作詞をしたことってあるの？私作詞よくするんですよ、お風呂の中とかで。そうでもダサくしかない、今まで。明日はテストみたいな。でもね、そうガチはないです、そんな。結果発表後に楽曲制作、そうですね、もしね私がまあねそうよ、頑張って頑張ってなんかソロアルバムとか作れる人になったらいつかその曲が入るかもしれんような名曲にはしたいと思いますうん、字が好きすぎるので手書きの歌詞カード的なの、うん、確かに。そうですね、私はこれを公約に皆さんと頑張っていけたらいいなと思います。
英語と日本語をいい感じに混ぜた感じがいい うん、確かに。風を待つみたいなってことですか？確かに自作ミュージックビデオとかね。ミュージックビデオ作ったら載せてもらえるのかな。作詞作曲しましたとか言ったら。自分が作詞作曲したことないので、曲先か歌詞先かとか分からんけど、でも音楽はよく聞くので、いろんなメロディーの引き出しとかはあるんじゃないかなと思います。煽りまくりのラップいや、分からん、もしかしたらそうなるかもしれん。どうなるかは分からんし、皆さんのね。でサビは自分が作るけど、 A メロ B メロは皆さんから集めた言葉とかを使うとか、自分だけで作った箇所もあった方がいいと思うので、まあでもね、そんな感じでいきます。ぜひぜひ皆さんと曲を作りましょう。でもね、それ以外にも、まあ今はブログ更新とかしかねできてないんですけど、まあショールームは毎日してるんですけど、あとツイッター、インスタとかできることできるものをもう最大限に使っていったりとか、あとねいろいろやれたらいいなと思います。1番道オンリー、2番ファンのワードチョイスは面白そう。確かにいいじゃん。メールもいつもより多かった。本当ですか？メール意識して送ってなかった。うん、それではこんな感じで、そうね、もうみんな本気だと思うので、メンバーやりますって言ってるメンバーも多いし、自分が絶対入れるっていう何絶対入れるっていう自信じゃないけど、自信というかなんて言ったらいいんだろうな、確信は全然、保証全然ないですし、まあね、モバイル票と応募券票ということでね、そう本当に皆さんのお力をお借りするんですけど、七並べ12位だったから今は不安そう、まあね、七並べとね、どうなんだろう、1位狙いですか選抜狙いですか。それ1位を狙えたらそりゃそりゃ嬉しいですけど、もうね、もう頑張っていきます。
ほうがないのは本当だけど、まあでもね、ナーバスにならずに、まあもう何も、もう暗闇の中でもがくもがいてね、10月にさポッとはあの結果が出るようなあれなのでね、この期間中にね、まあどうだろうどうだろうってなっても、なってもね、あの気分がね、なんかどんよりしたりしちゃいけないと思うので、そう本当に今どういう状況に立っているのかとか、ま、本当に全くわからない状況でのいきなりの結果発表だから、そうどうなるんだろうって思うけど、うん、まあね、できることを頑張って期間中ね、30日まで楽しんでいけたらいいなと思います。うん、皆さんぜひよろしくお願いします。それではちょっとツイートしたいなと思うので、そのツイートしたいと思いますツイートしたいと思うので、ツイートしてこようと思いますので、ちょっとね、あの今度からはあのちゃんとツイートしてから配信するようにしますはい、公約も決まったということで、また頑張っていきます。うん、もう本当に皆さん積んでくださいとかそういうことは言えないので、本当に私がねできることたくさんいろいろ頑張って、あの皆さんに応援していただけるようにとか、皆さんのね、そう、何て言ったの、一緒に頑張れるようにというか、そう頑張りたいと思いますはい、それでは壇上を読みます。13位マサさん、12位アモゼさん、11位エムケンさん、10位イシケンマシンさん、9位セディアさん、8位キョンシーさん、7位プクさん、6位コモチンさん、5位ユキさん、4位ダナナナムノさん、3位坪井ゆうすけさん、2位ショウさん、そして1位はドゥルルルンジャン、コウ大王さんでした。ありがとうございます。 Thank you。 それではあのツイートをしていきます。今日も一日お疲れでした。ありがとうございます。おやすみ中、いや頑張ります。ツイートとかいろいろね頑張っていきます。ラッキーナンバー22はドゥルルルンジャン、トモオカピさん、ありがとうございました。はい、それではまた明日お会いしましょう。あ、明日9時から配信します、朝。それではおやすみなさい。バイバーイ。頑張りましょう。頑張ります。